クロノジェネシスは日本の競争馬である。主な勝チクは2019年の集荷賞、2020年の宝塚記念、有馬記念、2021年の宝塚記念、2020年の JRA 賞特別賞を受賞した。2016年3月6日に北海道阿比良町の農山ファームで誕生。一口場主法人サンデーサラブレッドクラブより、 総額1400万円で募集され、ノーザンファーム早北の野崎隆人9社で育成された。育成中のクロノジェネシスについて、野崎9社長は、育成時の印象としては、そこまで目立った馬ではありませんでした。それだけに、レースであれだけのキレがあるのは、驚きでしたと述べている。2018年阪神ジュベナイルフィリーズ出走時、立東斉藤隆志9社に入級する。 画名の意味は、母なより、創世期。当初は、新潟競馬場のマイル戦でのデビューが予定されていたが、ワールドオールスタージョッキーズが、札幌競馬場で行われる関係で騎手が手配できず、一周スライドして9月2日の新馬戦で、北村智和を安城にデビューした。追い切りの段階から走る馬だと思っていましたという、安城の期待通りに、 後位から鋭い足で抜け出して2着馬に2馬審査をつけて新馬勝ちする。2戦目は東京競馬場に遠征して、ボバ相手のアイビーステークスに出走。スローペースからの瞬発力勝負となる中、上がり3回を東京競馬場に再戦の史上最速となる32秒5の末足で抜け出し、デビューに連勝を飾る。阪神ジュベナイルフィリーズでも、 ファンタジーステークス勝ち馬ダノンファンタジーに次ぐ2番人気に押されたがスタートで出遅れて後方からの競馬を強いられる直線では大外からダノンファンタジーと共に伸びたが半馬身捉えられず2着に敗れたクラシックに向けての指導戦としてクイーンカップに出走スローペースから上がり3回33秒1の末足で先頭に立ち最後は余裕の手応えで 外のビーチサンバを尻けて、重傷初制覇を果たした。迎えた、大賀賞では、阪神ジュベナイルフィリーズの後、チューリップ賞も解消した、戦術のダノンファンタジー、ボバ相手の朝日杯ハイフューチュリティステークスで3着と、検討したグランアレグリアに次ぐ3番人気に押される。レースでは、緩やかな流れからグランアレグリアが先行抜け出しで、レコード価値を収め、本場は、 中段陰追走から直線で外に持ち出し、上がり32秒9の末足で追い込むも3着に終わる。北村智和は3コーナー入り口で内に寄せられて講師を落とすところがありました。その時にいいリズムが乱れてしまい、もったいなかったですねと肩を落とした。グランアレグリアが NHK マイルカップに向かったため、大賀賞馬不在で行われた優秀品馬では、 大歌賞で、レコード決着の3着に入った実力から、参戦無敗のラブズ・オンリー・ユーと人気を分け合う形となり、最終的には2番人気となる。レースでは、直線で早めに仕掛けていくも、残り約150メートルでラブズ・オンリー・ユーに交わされ、12番人気の、福平、カレンブーケ通りにも及ばず3着となった。北村は、 スタートから最後まで淡々と流れて四角で、さらにもう一段早くなったと、よどみのないペースで足がたまらなかった点を範囲に上げた。オークス出走後休養に入り、秋はトライアルレースを使わず、ぶっつけで週刊賞に出走。当日の馬場は、前日に日本列島に上陸した例は、元年東日本台風による雨の影響が残り、やや銃で行われた。 グランアレグリアは別路線に進み、ラブズ・オン・ディ・ユーが調整の遅れで本競争を回避したため、17年ぶりに大賀唱馬、大クス馬ともに不在となり、混戦模様の中で本馬は4番人気となる。レースはビーチ三番が1000メートル通過58秒3のペースで逃げる展開で、道中は6番手あたりのインコースを追走。直線を向くと力強く、 バグンを抜け出して2番人気。カレンブーケ通りに一番新反差をつけて、解消、待望の GI 発制覇を飾った。安城の北村智和は、本年に、アルアインで、大阪杯を制して、以来のジョギーに証明を果たし、管理する、斉藤町教師は JRAGI 発制覇となった。続いて、GI 連勝を目指して、エリザベス女王杯に出走したが5着に敗退した。 北村は坂の下りで急にペースアップしたのは初めて。戸惑っていたのかもと敗因を語った。小場所戦は京都記念に出走。秋華賞の後ジャパンカップでも2着に入ったカレン・ブーケドールとの再対決が注目され、最終的に自身が一番人気の支持を集めると、レースでは大逃げした馬から離れた行為を追走し、直線半ばで先頭に立つと、 後方2番手から追いすがるカレンブーケドールを庭新反射、突き放して小場所戦を勝利で飾った。続いて出走した大阪杯では、混戦ムードの中4番人気の指示を得た。レースでは、道中3番手を追走し、直線では、いい手応えをつかんで逃げるダノンキングリーに迫りも、内から合わせても追した、ラッキーライラックに首差及ばず、2着に赤杯。 エリザベス女王杯に続き、またもラッキーライラックの後陣を敗する結果となったが、安状の北村は、外枠だったけど、理想の位置で競馬ができたし、道中も折り合いを書くことはなかった。最後もしっかりとしていたとサバサバとした表情で、振り返り、斎藤調教師も、うちで足を溜めている馬に負けたかなという感じ。いつもよりも感覚が詰まっている分、テンションが高かったけど、 いい競馬をしてくれた。エリザベス女王杯の時よりも差を詰めているので、次ですね、と前向きに語った。続いて、ファン投票6位に選出された宝塚記念に出走。史上最多の GI 馬8頭が集結する豪華メンバーが揃った中、サートルナーリアに次ぐ2番人気に支持された。直前に降った雨で、馬場状態が悪化、やや銃で行われたレースでは、 コースターとから行位につけた角馬の後ろを追走。前半1000メートルを1分ちょうどのペースで通過し、3コーナーにかけて外目から進出した奇跡にこし、自身も進出。直線に向くと渋った馬場で伸びあぐねる角馬を尻目に、鋭い伸び足を見せ、最終的に2着奇跡に6馬審査で圧勝。前年の週華賞に続く GI2 勝目を挙げた。安の北村智和は、レース後、 本当に強かったです。スタートが決まったので、折り合える位置で終始、手応えよく、運べました。たくさんの指示をいただいて、結果を出せてよかったです。感謝という言葉に尽きるし、クロノジェネシスを褒めてほしいと思いますとコメントし、喜びを語った。秋シーズン初戦は、天皇賞、秋に出走。宝塚記念から約4ヶ月ぶりの実戦となった、ものの、単勝人気は、 同レース連覇を狙うアーモンドアイに次ぐ2番人気に支持された。レースは道中中段後方から進め、直線は上がりサンハロン推定32.8秒という末、足を繰り出し追い込むも、アーモンドアイ、フィエールマンにわずか届かず3着と敗れた。有馬記念のファン投票では、ジャパンカップを制してシバジーアイ最多勝ちを達成した。 アーモンドアイ3歳ボバクラシック3冠を無敗で、制したコントレール3歳、ヒンバ3冠を制したデアリングタクトなどの有力場を抑えて1位となった。単勝2.5倍の一番人気で迎えたレースでは、先行するバビットとフィエールマンを最後の直線で捉えると、追いすがるサラキアの猛追をしのぎ切り、見事優勝、宝塚記念に続き、グランプリレース連覇を果たした。 1> 同一年のグランプリ連覇は史上11投目、ヒンバでは前年のリスグラ州に続いて史上2投目。また、半アネのノームコアが同年同月の香港カップを優勝しており、姉妹による同一年 GI 制覇は2011年のブエナビスタージョワドビーブルに次ぐ史上2組目、姉妹による同年同月の海外 GI、国内 GI 制覇は史上初であった。 両グランプリを1年制覇の功績により、2020年度 JRA 賞特別賞を受賞した。初戦はドバイシーマクラシックに出走。道中は中断を進むと、最後の直線で先に抜け出したラブズオンリーユーを捉え、先頭に出たものの、ゴール直前で外からミシュリフに刺されて、首差の2着に終わった。5月12日、 フランスギャロから他の日本馬五島と共に外戦門章へ登録したことが発表された。続く宝塚記念ではデビューから手綱を取る北村が落馬により重傷を負ったためクリストフルメールへと乗り換わる。有馬記念に続いてファン投票1位に選出され単勝人気も無敗で大阪杯を制した6連勝中のレーパパレを抑え1.8倍の一番人気に支持される。 レースでは、コースタートから先行し、直線では、逃げ粘るレイパパレと、ユニコーンライオンを残り200メートルからのスパートで、かわしつき離して2着ユニコーンライオンに2馬進反差の、干渉。ゴールドシップ以来史上2投目の宝塚記念連覇、スピードシンボリとグラスワンダーに次ぐ、史上3投目、ヒン馬では、初のグランプリ3連覇を達成した。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。